もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。2010年に亡くなられ、元祖芸能リポーターの梨本勝さん、恐縮ですの決め台詞や陽気な声と朗らかな笑顔ばかりが記憶に残っていますね。梨本さんが週刊文春以上にジャニーズ事務所と戦い批判し、それゆえどんどんテレビ局から切り離されていたことを皆さんはあまりご存じないかもしれません。9月7日午後2時、ジャニー喜多川氏による性加害問題をめぐり、ジャニーズ事務所が初めて会見を開きました。新社長東山紀之氏は、この度新しく事務所の代表となりました東山紀之です。まずは喜多川氏の性加害を認め謝罪させていただきます。東山さんの第一声は性加害への謝罪と自身の社長就任の発表でした。会見を評価する声の一方で不満を示すメンバーもいたようで、ジャニーズ側の対応については意見が分かれる結果となりました。もし梨本勝さんがご存命だったら、この会見、また一連のニュースをどのようにリポートをしたのでしょう。そこで今回は梨本さんの経歴とこれまでのジャニーズとの戦いをご紹介していきますので、最後までご視聴お願いいたします。終戦の前年である1944年に都内で誕生しました。日本の勝利を願いつけられた名前が勝だったのです。父親は梨本勝さんが誕生する前に戦死していました。ただ両親は入籍していなかったそうで、戸籍上は母方の祖父の五男ということになっています。戦後母親が働き始めたことで祖父母の家で育ち、やがて母親は離婚歴がある男性と再婚、本格的に母親と離れて暮らすことになりました。また可愛がってくれた祖母はとても心配性で、近所の子供たちと遊んでいると危ないからやめなさいと止めに来てしまい、いつしか同性の友人がいなくなってしまいました。そのため当時の遊びといえば女の子とのままごと遊びで、おもちゃ屋に行くとままごとセットを買ってほしいと祖父母にねだるような幼少期だったようです。中学までは真面目でおとなしい性格だった梨本さんは、埼玉県立浦和高校に入ったことでガラリと生活が変わったといいます。校則は全て生徒会で決めることができ、すっかりその自由さの虜になった梨本さんは、日々演劇と生徒会に全てのパワーを注ぎ込んで高校生活を思いっきりエンジョイしました。その結果全く勉強をせず、高校2年生の時には留年してしまいました。4年間の高校生活を終えて進学した大学はなんと法政大学です。ただ補欠入学で試験は勘で乗り切ったのだといいます。例えば英文和訳の設問はちんぷんかんぷんで、理解できた単語は兵士、私、戦い、花の4個だけ。ここから意味がつながるように組み立てた文章が、私は兵士だ、戦いで死んだならば勇敢に戦って死んだということで、棺の上には花を飾るのではなく剣を置いてくれでした。ほとんど大喜利の世界だったのですが、それがなんとパーフェクトだったのです。こんな形でどうにか法政大学に滑り込むことができたといいます。法政大学卒業後には講談社に入社した梨本勝さんでしたが、早速仕事につまずいたといいます。記者として取材をするところまでは問題なくできるものの、文章を書くことに慣れておらず、原稿用紙を前に頭を抱える日々だったそうです。梨本勝さんによると、卒論すら文学部の友人に代筆してもらっていたくらい文章を考えることが苦手だったそうです。梨本勝さんが四苦八苦して記者活動をしていた中、かつてテレビ朝日で放送されていたワイドショー番組アフタヌーンショーで一本の企画が立ち上がりました。週刊誌の取材記者をスタジオに呼び、1年間を総括して芸能ニュースを語らせるというもの。そしてテレビ朝日から相談を持ちかけられた当時の編集長の、取材してきたことを面白おかしく話すなら梨本しかいないだろうという鶴の一声で、梨本勝さんの出演が決定。文章を書き起こすのは苦手だったものの、口頭で取材内容を同僚に語っている梨本さんの姿を何度も見てきたからこその白羽の矢だったのでした。放送が終わると想像以上に大好評で、一躍梨本さんの知名度はアップしました。
梨本さんは後にこう語っていました。取材した人間ドラマを人々に活字で伝えるか、自分の全身を使って伝えるかの違いで、芸能ジャーナリズムとしての本質は同じだ。だったら未知の世界に挑戦してみよう。格好よく言えばこうなんですが、もともと目立ちたがり屋の性格だったんです。こうして芸能リポーター梨本勝が誕生しました。その後の活躍は、イギリスのダイアナ妃や元ソ連の大統領ゴルバチョフ氏に突撃取材を敢行したこともありました。梨本勝さんの直球リポートは視聴者に大受けで、テレビ局側は視聴率アップに大きな期待を寄せていましたが、梨本勝さんはテレビ局が触れてほしくない内容についても忖度しませんでした。例えば、芸能事務所からこの件は NG と言われているとテレビ局から依頼されることもたびたびあったそうですが、生放送で確信犯的にコメントするということもありました。2001年にSMAPの稲垣吾郎さんが道路交通法違反、公務執行妨害で逮捕された際には、報道を控えるという方針を打ち出したテレビ朝日に対し、梨本さんはそれはおかしいと反発。その結果、番組をボイコットする事態に発展しました。静岡朝日テレビのとびっきり静岡に当初2006年6月16日の放送に出演する予定でしたが、ジャニーズに関する問題を取り上げるなと番組側から事前に求められ、即座に降板を決定しました。ただこの件が影響したようで、2006年以降はキー局のワイドショー出演がパタリと途絶え、いわゆる干された状態になりました。このことについて梨本さんは後のインタビューにてこう答えていました。キー局はもう情けない、ジャニーズ事務所のことを取り上げると番組のプロデューサーらからやばいとなります。だから弱いところから攻めてるんですよ。私がワイドショーをやり始めた時、芸能人に直撃するためどこへでも行こうという精神がありました。雑誌ジャーナリズム出身だったからです。人間を追いかける雑誌方式でテレビを活性化するのが狙いでした。ですから自主規制するとすれば、自分がやってることじゃない、見ている側も裏切ってしまうと思いました。取材する側が真実を伝えるという精神から逸脱してしまうんですね。だからキー局で時々出演するのはもう TBS のサンデージャポンぐらいです。梨本さんは大手芸能事務所におもねらない反骨の芸能ジャーナリストとして名を残しました。その後は2010年、肺がんのため死去するまで梨本さんが主幹を務める芸能情報サイト梨本芸能裏チャンネルやツイッターなどでの発信、インターネット上を主戦場としてました。昨今のジャニーズ問題、一番リポートしたかったのは梨本勝さんだったのかもしれません。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。